今日も動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、少しですね、このお腹のですね、この縦の腹筋を割る方法ということで、ちょっとね、お伝えしたいと思います。結構ですね、お腹が出てしまって、このなかなかね、この真ん中のこの筋をね、ちょっとこうつけたいというか、ちょっとこうお腹が膨らみすぎちゃって困ってるって方のためにちょっとやってみますね。ではですね、まず、はい、つま先立ちになってもらってですね、一回四つん這いになっています、はい、でこのままですね、もしできれば、はい、こう腕立て伏せのようにちょっとしてみてください、はい、ちょっときついポーズなんですけれど、このままですね、右手をぐっとこう上げて天井に、足もね、ちょっとこう横にしてみます。胸を開けば、でゆっくり見ると逆、これをやってみます。まず1、はい、2、3、はい、4、5、はい、6、はい、7と、これはね、膝をついてですね、おでこをついて、ちょっとこうお休みしたい。で、落ち着いたら上半身でゆっくりこう上げてみてください。はい。ぜひですね、できる範囲でいいのでやってみていただければと思います。今日もありがとうございました。